おかえりー、学童系 YouTuber のイオピーマンです。今回は、学童保育指導員はピエロじゃないというテーマについてお話ししていきます。このラジオでは、学童保育に携わる方ならもちろん、そうじゃない方にとっても楽しめる内容となっていますので、どうぞ最後までお付き合いください。学童保育指導員はピエロじゃないという話なんですが、ピエロというのはあのピエロですね。花が赤い子供たちを楽しませるピエロです。指導員は学童保育で子供たちと関わる中で子供たちに楽しんで学童で生活してほしいって思っています。なので指導員として子供を楽しませてあげるという視点は完全に間違いではありません。しかし子供は楽しませてもらうというよりかは子供は学童保育で自ら楽しさを見つけ出したり味わえるようなことを大切にしたい、そこが今回お伝えしたいことなので、子供たちが指導員に楽しませてもらう、こういった視点を少し変えていきたいなというような話です。なんでそういうことを思ったかというと、学童保育に通う子供の中で先生暇ね、先生遊んで、先生何か面白いことしてみたいな形で言うことがあるんです。で、何か面白いことしてって言って面白いことをちょっとしてあはははってなったら、じゃあ今度は先生あれしてこれして、先生面白くないとかいう風に受け身の体制になってしまうんですね。なので学童保育は娯楽施設ではないので、そこに行ったら楽しませてもらえる場所とは違うんですね。そら USJ とかね、ディズニーランドとか行けばそらもう楽しいですけども、あそこは楽しませてもらえる場所ですよね。私がミッキーの格好したからと言ってね、あまり意味はありません。そういうのは何かの行事の時だけでいいとは思うんですが、何もないというよりかは遊ぶおもちゃとかはたくさんあるんですけれども、子供たちが見つけ出すというところを大切にしていくというのがいいなと思っています。そこが指導員の腕の見せ所となってきます。指導員の専門性はピエロとなって楽しませるところを追求する、お笑い芸人のように面白い話をできるようにするというのが専門性ではなくって、私たちの専門性は子供たちがやりたいと思えるような環境を整えたり、を面白そうと思えるきっかけを与える、そっち側が専門性になってきます。それを学童保育では指導と呼んでいます。私たちは指導員なので、指導するというと何かこうね、上から目線でこう厳しく生徒を指導するみたいな印象にとらわれることもありますが、そうじゃなくって、私たち学童保育指導員の指導っていうのは子供を導くということです。なので子供がやりたいなと思えるような提案をさりげなくしたり、一緒に遊ぶ中で子供たちを、ね、楽しい世界へ導く側の、そういった専門性なので、それを大切にしていきたいという話です。以前子供が、ね、段ボールで家を作ったんですね。で、その家というのはもともと宿題が集中できない子がいて、段ボールの中に入ったら宿題ができるというふうに胸を張って言った子がいたんです。ああそうかと、段ボールの中にじゃあ入ってみようね、それを作って宿題ができるのならば一回やってみたらっていうことで、段ボールを子供たちが集めて家を作っていったんですね。じゃあ窓がいるなとかね、これとこれを貼り合わせてとかしてね、一人の子の宿題スペースが出来上がったんです。もちろんそれはね、他の子供たちからしても魅力的なね、段ボールハウスだったので、どんどん順番で宿題やる子が変わったりとか、どんどん改造されていって、屋根まで作ってしまって、屋根があると暗くて宿題できないみたいな感じでなったんですね。まあそれ自体が遊びとなっていて、それ自体が楽しい活動ってなったんですね。それも指導員が段ボールハウスで遊びなさいって言って全部用意したんじゃなくって、子供がやりたいって言ったきっかけをうまく拾い上げて形に変えていけたというところが
良かったなっていう点なんですね。子供たちはそういった活動を求めていますし、私たちはそういった子供のやりたい気持ちを引き出したり、うまくサポートするということが求められているなと思うんです。もちろん指導員からの提案っていうケースもたくさんあります。プラバン焼いてみようとかね、こんなようなマフラー作りとか楽しそうじゃないって言って子供への指導員からの提案もありますし、学童保育でね、こうやって遊ぼうっていう風にやることだっていっぱいあります。今回お伝えしたいことは、指導員自身がピエロとなって子供を楽しませなくてはいけないっていうような学童保育ではなくって、子供たち自らがやりたいなと思えることが実現できる学童保育であるために、指導員に課せられた専門性というのは、ほんと高いものがあって、日頃からの子供たちとの関係性や遊びを通した中で、そういった導きができる、指導ができるっていうところが一番重要になってくるので、そう思うと、ただただ学童の先生って子供を見ているだけの仕事なんかじゃなくって、すごい専門性、遊びにこだわった専門性とか、子供のやる気を引き出すような関わりを大切にしている、誰にでもできるような簡単な仕事ではない。そんなことを私たちはやっているんだなということも、今回お話ししたいことでした。はい、それでは以上となります。これからも学童保育の情報をポップでライトにお伝えしていきたいと思います。学童系 YouTuber のヨピーマンでした。じゃあね、バイバーイ。指導員はミッキーにはならないよー。